先生。 お疲れ様です。どうも。持田聡役、下野ろです。はい。ということでですね、えー、今回、コープスパーティー、えー、ブラッドカバー、リピーティッドフィアーの、まあ、続編というかですね、第2章、えー、コープスパーティー、ブックオブ・シャドウズ。はい。えー、こちらの方ですね、えー、プレイしていただきまして、本当にありがとうございます。 ということで、えー、今回ですねあのー、まあ僕はですねあの新たに収録した部分というのの、えー、収録が終わったところなんですけれども、まあ、今回はあのー、いろいろとその実際にゲームが、えー、ゲーム本編が始まる前の、えー、お話ですねユイ、えー、先生とまあちょっといろいろ何て言うんですか そういうまあなんかね淡い感じのなんかそういうのがちょっとやってて少し僕もねあのなんか恥ずかしくなっちゃったりとかそういう風になった感じのまあそういうねまあ全然そういうふうなこともないんですけれどもねまああのー、今回、えー、ゆ衣先生が風邪ひいてその <laughs> ゆ衣先生を、えー、看病することになったさしくんということでまああのー、本編は本当にですねえー、まあ 怖いといとう風な、えー、本当に怖い印象があったりとかしますけれどもね、えー、結構僕もファンレターでいろいろとあの本当に怖くてですね、えー、まずオープニングを見た段階でもう電源を消しましたっていう人もいたぐらい本当に、えー、怖いものになっていますけれどもまああのこのい先生との、えー、このストーリーは、えー、全く全然そういうふうなこともなくまあ新キャラクター が出ててきたりととかそういういうなことに関してですねまああのちょっと触れていたりだとかまあどなたでもお気軽にやっていただける話になっていたのではないかなって思うんですけれどもね。でもおそらくこれゲームクリアしないと出てこないとかそういうふうなことですよねきっとね。ねなのであのこれを聞いている方はね頑張ったんじゃないかな。はい ね、怖がりながら頑張った人もいれば、もうすごく楽しみで頑張った人もいたんじゃないかなと思います。なので、まあ、どちらも含めて、本当によく頑張った偉かったぞなんだこれは。ということで、えー、まあね、あのー、まだ、えー 一回しかプレイしてないという方もきっといるのではないかなと思いますので、えー、そういう方はですねほんと何度も何度も遊べると思いますので何度も何度も遊んでいただけたらなと思いますそして怖い人はちょっと一周目やってあー怖かったなって思った人はですね友達と一緒にプレイしてみてはいかがでしょうかということで、えー、今回はこの辺でまたお会いできるのかなどうなんだろうな ねえ本当に僕としてはまだまだ続いてもらいたいのですがということで、えー、僕も楽しみにしておりますので皆さんも楽しみにしててくださいということで餅田聡と役下野博でしたバイバイ皆さんお疲れ様でした、えー、吉木役の中村雄一ですいやクリアをしたそうで、えー どうででししたたかか一本道で行けましたかそれともいろんな人がいろんなことになっちゃうパターンを見たんでしょうかえー、もし見てなくてですねまあすんなり割とすんなり行けちゃったなっていう人はですねやっぱり全部見てほしいよねっていうところがありますから、えー、僕だけじゃありませんすべてのあいや違うな何人かはねそんなに激しくやってないんですけどね えーまあ、僕らなんかはね割と激しめのシーンちょっとショッキングなねシーンをたくさんやってるんでねそういったところもぜひ含んで楽しんでいただければいいかななんて思っておりますんで、えー、何度も遊んでみてもらえるかなはいどうもありがとうございますそれではまた ナオミ役の佐藤里奈です。皆さん、ゲームプレイお疲れ様でした。なんじゃこりゃーって言ってるんじゃないかなと。 私は思うんですけどいかかがでしたか、えー、演じている私としましてはですね聖子がずっと死んでですねもうどうにもこうにも悲しい気持ちに愛になりました。えー、っと収録ね、えー、っと私の前があの里見新井ちゃんがやっていてすれ違った時にですねずっと死んでたみたいな「泣いたよ本気で」って <laughs> 言ってて。 私もだよっていう話を、えー、したぐらいなんか私たち救われなかったんですけどどういうことなんでしょうね。ねえ。ということで次回はなんかこう救われる話があったらいいななんて思っています。<laughs> まあでもあの緊迫したね、あのー、 状態、演じられるものではなかなかないので、そういうものを演じられるのはすごく楽しいのですが、ちょっと最近救いがなさすぎるような気がね、したりしますよね。えー、次回も何かこうね、あの、まだ物語続いてますからね、どうなるか、えー、わからないんですけれども、皆さんも楽しみに待っててください。というわけで、ナオミ役の佐藤里奈でした。 <laughs> クリアおめでとうえぇ、ー、作太郎役の柿原哲也です、えー。大変お疲れ様でございました。えー、そう、クリアね。とりあえず、えー、皆さん、えー、したということなので、えー、本当にあのー、この怖い怖いシナリオをよくぞ、よくぞ、一人で、 えー、あの暗い部屋でヘッドフォンを、えー、しながらクリアしたなと耐えられたなと思います怖くて怖くて、えー、あのシナリオを読みながらもこれ多分プレイされてる方々はあのー、一人やるとき怖いんだろうなと思いながらもなおかつですねお芝居でできればもっとその怖さを、えー、表現できればなと思って、えー、全力で 今回、作太郎、えー、再び演じることをすごい喜びとしながら、えー、演じさせていただきました、えー。コープスパーティー、本当に自分自身もあの大変ファンなので、えー、ぜひですね、この作品、えー、次へ次へとまたつなげるようにですね、えー、皆さん何回も何回もこれをプレイして、えー、次回作なんかね、えー、できればね、絵が動いちゃったりなんかしたりとかね、 そういうのをぜひあの目標にして我々も頑張っていきたいなと思いますので今後ともコープスパーティーを、えー、よろしくお願いしたいなと思いますそれでは皆さんまた会う日までお疲れ様でした皆様大変お疲れ様でした歩、えー、み役の今谷さみですねえまたテンションの低い季節がやってきましたよ 私こういうコメントとかお願いされてこんな低いテンションで喋ることあんまりないんですけど <laughs> だって低くもなると思いません私この台本をいただいて収録日いつですっていうのをね聞かされてすごくやっぱり「コープスパーティー」は私もすごく大好きな作品で自分でも前回のね前作「コープスパーティー」えっ、ーえー、と「BR」をですね <laughs> 略したクリアしたわけですよ頑張って泣きながら。 なんですけれども、まあ、今回もきっと怖い話なんだろうなと思って覚悟をして台本を読んだわけでございます。そうしたところですねあれあれ機動員先生あの途中までしか台本ないですけどこれってひょっとしてあきっと2日間収録抑えられてるから1日目までが今日もらった分で2日目はこっからまたあんのかなと思ってきっとこれでまたね今度こそねあゆみちゃんたちが。 全員幸せにならなかったじゃないですか、前作で。だから、きっと幸せになるんだろうなと思って、やったやったと思って、よかったなかったことになったねイエーイみたいな感じになるのかなと思ったら、ならないみたいな。ちょっと待って、そこで終わっちゃうのみたいな。だから、えぇーみたいな。こう、収録前に一応聞いてみたんです。今日、今回はこんな感じで、あゆみちゃんの最後は、うぎゃーで終わりですかって言ったら、終わりですって、笑顔でね、あの優しい笑顔で先生がおっしゃるわけですよ。 どんだけ下道だけと <laughs> まあでも「コープスパーティー」といえば PC 版からねこう次回に期待させるような引きがあるというので定評のあるゲームだったのでそういうことなんだってね後から気づいたんですけれどもせめてねこれがある意味トゥルーエンドなわけですよゆみちゃんルートとしては最後「ピアー」が。なんですけどあのバッドエンドでいいから。 なんか全部歩みが忘れられらるルートとか作って欲しかったよねなかったことにできるルートみたいな <laughs> 呼吸対策みたいなのがね欲しいなーってほんと思いましたあのコープスパーティーの台本をいただいてからより一層私もあの妄想壁が悪化しておりましてですね今日もあの収録前に玄関を出る時にあのドアノブのとこに手をカチャってかけた瞬間にですね一瞬にしてなんかドアの向こうに人がいるような気がして。 その後の後まだドアは開けてないんですけどその後全部妄想しちゃってガチャって開けたらその隙間から顔にこう血がブワーって流れた女の人が「うわ!」って入ってくるのを想像してドアが開けられなくなったんですよね <laughs> 怖<ーい>。怖 <laughs> いみたいな <laughs>「どうしようでも行かないと近くしちゃう」「開ける、うん、<laughs> みたいなのがあの1年経ってまたこの興奮を味わうことができて、まあ、ある意味幸せかな <laughs> なんて思う 今日この頃でございますはいというわけでもう明らかにこれはもう続編が出ないと困りますじゃないと誰も浮かばれません <laughs> みんなプシューってなったりバキャーってなったりゴホーってなったりブキャーってなったり,っったりどんなやんねんみたいなところなので早くねみんなが笑顔になって幸せになれる日が来ることを私も切に願っております。そししてて今回も私あの歌い手として えー、オープニングとエンディングに参加させていただいておりますのでこちらも、えー、実はこの収録のもうちょっと先に、えー、歌取りがありますので。 頑張って歌いたいななんて思っておりますなのでそちらもみんな好きになってくれたら嬉しいななんて思っておりますえー、なんかこのコメントは好きなだけ喋っていいって言われたんであとなんかじゃあ5時間ぐらい喋りますかって言ったら一瞬スタッフがみんなはははって苦笑いしたのでそろそろこのあたりで締めさせていただきたいと思います <laughs> はい またね次,次回作がいつ頃になるか私もちょっと分かんないんですもう次回作ある程度ね。<laughs> ねえほんと困りますよ。なので早いうちに次の段階を知りたいなと思っておりますので皆様からの、えーえー、ゲーム会社さんへのプレッシャーを切に切に願います。はい、<laughs> というわけであゆ、えー、み役の今やさみでした。また会いましょうバイバイ コープスパーティーブックオブシャドウズをプレイしてくださった皆さんどうもありがとうございます鈴本真由役の南里優香です皆さんプレイしてみていかがでしたか真由、えー、としても何理由かとしても久しぶりに本当に背中がゾクゾクする感じを私も味わいました <laughs> 皆さんもぜひ何度もプレイして楽しんでくださいね コープスパーティー、ブックオブ・シャドウズをお楽しみいただきました。皆さん、ありがとうございました。そして、こんにちは、持田ゆかです。えっと、本当に、本当に怖くて、ゆか、何度も何度も押し込むう、う、え、う、う、では、ゆかから、クリアしてくれた皆さんに、 おめでとうプレゼントです。えっと、この日のためにいっぱい練習しました。えっと、どうか聴いてください。歌です。う <coughs> お疲れ様です獅子戸由衣やらせていただきました沢城美由紀です、えー、本編楽しんでいただけましたでしょうか私はですね、えー、多分自分でやることはないと思いますやることはないというかやれないというか、えー、皆さんこれいつやるのかしら夜やるのかしら日が出ている時に確かにやっても何でしょうやっぱり面白くないんですかね夜 こう後ろを振り返りながらやるのが面白いんでしょうか。えー、私はちょっととてもこれやれそうになくてですね、えー、感想を聞かせていただけたら嬉しいなと、えー、思っております。あの学校っていう空間は怖いにせよ楽しいにせよあのとっても好きな空間であの想像しながら廊下を走ったりあの暗い階段をこう一人 パタパタ上がって行く感じのこう何とも言えないあの学校の匂いを感じながら、えー、久しぶりにやるのはとっても楽しかったです。えー、今度はですねもうちょっと怖くないので、えー、また学校のお話、えー、携われたらいいなと思います。ありがとうございました。 えー、皆様どうもお世話になっております。えー、良い子じゃないよ、正子だよでおなじみあ井いさとみです。いやあへっへー <laughs> 今日初めてあのあのダミーヘッドっつうんですかあの頭に向かって喋ったんですけどね。いやあ彼ね顔はこうねつるんと何もないんですけどね。 あれね、耳がねちゃんとあるんですよね。ちょっとねあの丸めのね肉厚な感じでしたね。あのそれに向くってこうこうはハってこう何度も息を <laughs> 吹きかけましたあの。皆様、お楽しみください。あのストーリーの方をもちろんメインにお楽しみください。というわけであらいさとみでした。 皆様、こんにちは。おはようございます。こんばんは。さえのきなほ役のヨモタイです。いやー、プレイしていただきありがとうございます。いやー、あれですね。きっと、あの、ブラッドカバーリピーティットフィアーの方をプレイなさった方は、びっくりしたはずだと思います。まさか、あのなほちゃんが、 こんなキャラクターだったなんてと、私も台本をいただいたときにですね、とてもびっくりしまして、はわワはワはわ,わはワしまして、そのツイッターで、あわわわわってつぶやきましたら、いや、そんななんか、その、なんか、なごさん普通だったと思いますけど、みたいなちょっと意地悪をされ、今日現場にはですね、うわ、どうしよう、こういうの、このなんかその、 にゃんにゃん漢字はどうやって出せばいいのかと悩みながらご収録に挑んだんですけれどもどうだったでしょうかね、あの、お仕事とかは真面目にあるクールな女の子ですけれども友達の前ではなんかこうにゃんにゃんしていてちょっと自分に似ているのかなと思うところがいっぱいありましてなんというか多分このえっとブックオブシャドウズのなほちゃんは 私なんじゃないかと思うくらい、あの、似てるなと思うところがありまして、なんかあの、前作のブラッドカバーリピリットフィアの時は、ほんとなんか頭が良くて、憧れの女の子だったんですけれども、アルマン そんななんか遠い存在のなほちゃんが私に寄ってきてくれたまあみたいな感じでしたでもそんな可愛いらしい女のこ女んなの子らしいなほちゃんもあの気に入っていただければ嬉しいなと思いますそれではまたまたいっぱい遊んでくださいねじゃあバイバイはい ええー、刻み夕夜役の杉田智和です。最近ですね、お風呂の電気、電灯のスイッチをポチッって入れたらパーンと吹っ飛びましてですね、ダークネス風呂になっちゃったの、ね。でも一応部屋の明かりがあるから、本当の意味での暗闇ではなかったってね。まあ、考えてみれば、頭洗ってる時とか目閉じるし、ダークネス風呂もいいかなーなんてね。これが入ってみたら楽しい。うん、ちょうど入浴剤の色が真っ赤だったんだね。 これがさらにそうかジップロックっぽい、えっと、まずいな、今ピーってなったな。えっと、ビニールで閉じられる袋のあれ。あれにゲーム機を入れて、コープスをやればいいんだよ。誰だってそうする。俺だってそうする。七役のガラシ美ですえー、今回。 またコープスパーティーに出させていただいて、えー、またナナちゃんができるのをすごく楽しみにしていたんですけど、まさかこんなことになるとは <laughs> 思わずに <laughs>、えー、かなり今発汗しておりまして、えー、今日はグレーのキュロットを履いていたんですけども、 あまりの発汗に色が変色するという事態になりましたえー、皆さんがプレイしているということはきっと私もプレイしていると思うんでまたヒーヒー言いながらプレイしたいと思います皆さんもヒーヒー言いながら何度もプレイしてくださいありがとうございましたはい皆さんどうも黒崎健介役の夜永翼ですえー ねえ、こうやって再度登場させていただけるとは思わなかったので、めっちゃ嬉しいです。<laughs> 何よりも生きてます。<laughs> 生きてる黒崎君はあんちゃった。黒崎君はいいですね。やっぱりなんかね。あのー、こう明るくなりますね。<laughs> こうね。コープスパーティーの中でこう。ちょっと太陽のような存在になれたらいいな。またまた出たいよ。また黒崎を出してください。 お願いします <laughs> ということで、えー、皆さん最後まで楽しんでください倉崎健介役の夜中翼でした皆さんこんにちはあ、こんばんはおはようございます、えー、山本美月役の戸松遥ですえっと珍しくホラーゲームに挑戦させていただきました怖いですすごくえっと演じていて 自分もなんかこう本当にゾクゾクしてしまうあ、ガタガタ来てしまう、自分は巻き込まれたくないなとこう思いつつ、そしてこう描写がすごくリアルだったので、あのー、私自身すごくハラハラしながら、えー、演じさせていただきましたけれども、個人的にホラーゲームは大好きなので、えー、一ファンとして、えー、楽しくプレイできたらなと思っております。そして、えー、今回ですね、私人生初めて ダミーヘッドマイクを使ってですね、えー、声を当てさせていただきましてすごく、えー、アフレコ楽しかったです、えー、そんな怖いリアルなダミーヘッドマイクを使った様子をですね皆様ぜひ楽しんでいただければなと思いますどうもありがとうございました戸松遥でした、えー、クリアおめでとうございます袋井 <laughs> 正人役菊本平です えー、コープスパーティー怖いですよね <laughs> 台本読んだ段階で相当怖かったんですけども、えー、先ほど最終チェックを喫茶店でやってまして、えー、店員さんから変な目でじーっと見られてましたまあだいぶ顔に出てたみたいなんで、まあ、その喫茶店にはまあもうしばらくはいけないかなと思ってますそんな思いを込めた本作ですが えー、まだ怖い思いをしたくなったら二度三度と楽しんでもらえたらなぁと思ってますありがとうございました浦部恵美役を務めさせていただきました森谷さとみですお疲れ様です えー、今回もあの前作に引き続きあのえみちゃんを担当させていただけて本当に嬉しいです嬉しいんですが <laughs> この「コープスパーティー」の台本はうちで台本チェックをしている時からもうもうもう怖くて怖くて <laughs> あ,のあらゆる音にもう敏感になっちゃってあのそんな状態だったんですけれどもさらになんか 今回台本読んでたらあの別の方のセリフでなんか「あれだけあいつが釘刺してたのに俺は」みたいなセリフがあったんですけど「釘,釘刺す」みたいなそういうところにまでなんか「火みたいな <laughs> なんか全然関係ないところにまでビクビクしながら台本を読んでおりました。はい、えー、と収録を終えてですねあのまあ エミちゃん以外にもくんとあとカなナちゃんと演じさせていただいたんですがいやーいやーもうえみちゃんは特に叫びまくりました <laughs> 本当に今まで叫んだことがないぐらい叫びました <laughs> はいいやああとこれでもかっていうぐらいあの幽霊で笑いました なんかどっちもエネルギーが必要なんだなって改めて思いましたはい楽しく演じさせていただきましたぜひぜひ、あのーまあ、これを聞いてくださってるっていうことはですね作品をやってくださったのかなこれからかなわからないんですけれどもはいぜひ恐怖を楽しんでくださいはいありがとうございました コープスパーティーをお楽しみの皆さん、コンプリートおめでとうございます。桐崎竜子役の吉田聖子です、えー。今収録が終わりまして、酸欠になりながらすっごい今フラフラしてるんですけど、えー、無事に終わりました。えー、私はすもうホラーだけはどうしてもあの自分の中で見たりプレイするっていうことができなくて、こうなんか台本をいただいた時に自分で演じて想像してるだけでももうなんか。 あの眠れなかったりとかすごいこう合っててなんかもう早く早く終わらないかなと思いながらやってました、えー、なのでこの「コープスパーティー」をプレイされてる皆さんはあの恐怖を楽しむこととができる方たちななんだろうなと思います、えー、私の友達にもなんかホラーが大好きな子がいるんですけどその子はやっぱりそのゾクゾクする感覚というかそれがこう楽しいと。 言っているので私はまだその境地には至れないなと思いました、えー、残念ながら私はまだプレイできてないんですけれどもこの、えー、台本を読んでいてこのコ,コープスパーティーは、えー、シナリオがすごく丁寧に作られているなと感じましたなのでこのコープスパーティーは選択肢によってこう分岐点があって未来が変わったりとかルートが違ったり、えー、するゲームなのでぜひ、あのす、ー、全て攻略して、えー、やり尽くして コープスパーティーの世界を楽しんでみてくださいありがとうございますこんにちは大上さやか役のまこですえっと収録するのも怖かったですみんなもさやかのように失禁しましたか <laughs>、えー、こんなこと言うと事務所に怒られちゃったりしてまあ、えー、可愛くてやりごたえのある役をできてとっても楽しかったです ということでまこでしたありがとうございました。はい、えー、どうもお疲れ様です。えー、司さ役の岡本信彦です。いやー収録今終わったところなんですけれどもあれですね司くんがですねめっちゃかっこよくてですねいやー爽やかなイケメンですごいんですよこれぜひあの。 あの好きになってくださいと言わんばかりのですねあの僕の思いがこう演技に含まれていたら嬉しいんですけどもそうですねこんなにイケメンなんですけどまさかですねあの結構まあ怖い恐怖体験もですね収録中に疑似体験できてですねいや台本をですねもらった時にもう普通に読んじゃいましてですねめっちゃ怖いんですよねあ,れあの人が。 某あの人が人じゃ人じゃないんですかね。化け物が怖いんですよ。司くんが言うには倍司くんで化け物なんですけど、あのいやよくですね。あのまあ今回も死に方たくさんあるんですけど、言っていいのかわかんないですけど、あのよく経堂員さんはこんなにすごい死に方を考えられるなと本当に感動してしまいますね。 あの僕自身ですね結構ホラー作品というものは好きででしてあのそうですねショッキングシーンなんかも結構割と耐性がある方なんですけど文字面を読んでてですねあの夜中に昨日読んでいてあのすごい背中がゾッとしました <laughs>。そうですねしかもゾッとする時に限ってこう家がですね ミシッと言ったりするのがですね人の気配とかを感じるのがですねとても怖い次第でございますはいあのコープスパーティーあのまたですね司くんやれる機会あればいいなとか思いつつですねそれはぜひ皆さんの応援によってできると思うのでぜひ僕にもう一回司くんをやる、えー、機会をくださいませ皆さん、えー、本当に主力楽しかったです、えー、お疲れ様でした